なんていうの引っ越しって韓国語で。イーサ。はい、どうもこんばんは、マキリです。はい、ザメイジです。はい、ということで引っ越しました。やっぱすいません。引っ越しまして、はい、まあちゃんとした動画っていうのも1本目になるんですけど、はい、まあなんだろう、引っ越したら何するの。まずですね、中華頼みます。なんで。いや、わかんないです。なんでかわかんない、聞いてみますか。確かに。いや、べー、チャジャンミョンチンアクモンヌンジェルモルゲッチ、これ言うのっち、もう言うがいっそ。あ、お礼ってこと？まあお礼っていうか、引っ越ししたらこれを食べるっていう理由はないんですけど、もうとりあえず、そう、そういう文化ですね。みんなそうやって中華を頼んできたんで、昔から。そしたらもうそれが当たり前、習慣みたいな、習慣当たり前みたいな。絶対なんかあると思うよ。ということで、まあ今日いっぱいなんかいっぱい友達が来てるわけですよ。はいはい、なんかもう、はい、とか、はい、え、いやいやいや、え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 、全部なんか面白いことになってるんですけど、まあみんな来たということで、みんなでジャージャー麺でございます。引っ越しパーティーみたいなもん。引っ越しパーティーみたいなもんですよ。取りにくない、ジャージャー麺。ジャージャー麺取りますよ。あ、あいつ俺のっすね。お前全部食おうと思ってる。最高。うん、あの、どうぞどうぞ。あ、またおいで。食べとくじゃん。止まんないよ。乾杯。乾杯。バーイ。そう、色同じなのになんかビールぶってるコーラやったっていうね。はい、ということでいただきたいと思います。はい、久々メインでのモッパン動画。ジャージャー麺ってメインでやったっけ今まで。あ、あれちゃん、モンブルマン。お、あれも引っ越してすぐでしたね。それ以来だわ。あれはなんか出前頼みたかったんでしょ。そう、いや、リー君と食べたかった。で、じゃあリー君の動画で知ったのもジャージャー麺っていう存在を俺は。なんか中国の食べ物ってイメージだったからさ。いただきます。うまいわ。ここのうまいね。ここうまいわ。ここうまいね。これについてくるね、たくあんがうまいんだよ。たくあんってさ、まずジャージャー麺の時ぐらいじゃない、ちゃんとついてくるやつって。それは多分あるね、ジャージャー麺の時だね。あ、ここのたくあんそんな美味しくない。ここの美味しくなかった、うん、会社で何食べるんですか。会社で、会社では食べたことないですけど、よくみんなでマーラータン。あ、やっぱマーラータン行くんやん。マーラーうまいですよね。辛い。なんかね、ベロがしびれる感じのちゃんとした山椒。あ、でも味は美味しい、普通に、うん、辛いとかじゃなくて舌がしびれる。うん、この間、火鍋食べたじゃん。あ、うん、若干の匂いだ。あ、そう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 、ベロしびれたべ。うん、あんな感じ。うまい。なんか嫌ね、この年になってビールがうまいって言っちゃうの。美味しくない。美味しいからやだ。ビールうまいって言ってる人、キモって二十歳とかさ、酒飲み出した頃に思ってた。あ、そうなの。なんかサワーとかでさ、やろで、いいの。ああ、でもハイボールとか、なんか、ね、ウイスキーは全然、うん、うまってなる。うんうん、ビールだけどうしても俺気に食わんなみたいな。無理だったよ。うん、で、韓国来て飲めるようになった。うん、ビール韓国の薄いからな。そう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 。え、で、日本帰ってさ、日本のビール飲む、うん、めっちゃうまかったでしょ。やばいんだよこれマジ。ビール飲めない人が韓国来て薄いビールでこう味飲むじゃん、知っちゃって、日本のもの飲んだら日本のってめっちゃうまいじゃん。めっちゃうまい。ビビる。デブで食わないやつって一番ダサくない。そうですね。そうだよね。そうですね。デブって食うから一番いいんだよ。そうですよね。そうだよ。デブで食わないやつってマジで、お前、え、じゃあ何、寝ながらなんか食ってんのってなる。まあ、うん、そうですよね。女の子ってさ、うん、よく食べる子好きって言うくせにさ、デブ嫌いじゃん。うん、あれどうなん、どうなんですかね。だってさ、ほぼ 100% じゃん。よく食べる人と草食の人どっちが好き、ほぼ100よく食べる人って言うじゃん。うんうんうん。よく食べる人ってさ、それ運動してたら痩せてますよ、そりゃ。うんうん、まあ運動とか全部フラットにしましょう。よく食べる人ってデブだから。ほんとによく食べる人だから、こう、うんうん、露骨じゃん。うん、残すんだからこいつは、スタッフ君は。そうね。でもじゃあいざモテるのどっちってなったらこっちなわけです。はぁ、嬉しい。ちょっとあの質問なくしてほしい。よく食べる人とどっちがいいと思います。よく食べる人って言うくせにさ、デブは嫌いなんでしょ。
年も言ってましたよ。めちゃくちゃかっこいいのに、うん、めちゃくちゃつまんなかったら、そのかっこいい分だけなんか嫌いになるって。あ、もうかっこいいの損じゃん。かっこいいのにつまんないんでしょ、うん、けど、かっこいい分もなんか嫌いになってくるんでしょ。ちょっと微妙って思っちゃうし。ブスでつまんないはどうなの。まずブスじゃん。まずブスじゃん、うん、いいもんなんてないじゃん。ここでマジでつまんなかったら、うん、どうもなんなんもなんもないんじゃない。だからあ、そう、目に見えてない。そう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 、目に入っても来ない。イケメンだったらその世界に来ないんだ。そう、イケメンだったら一回目に入ってきて、うん、ちょっと一緒に遊びたいな、で、いざ遊んでみたら、うん、バカつまんなくて、うん、絡んで損したな、みたいな。そうそうそう、結果中身なんだ。結果中身っていうか、やっぱ男は面白くないとねっていう話、うん、まあ韓国界隈の話なんですけど、うん、日本ではどうなんですか。日本ではモテました。僕ですか、うん、モテてないですよ。こんなにビジュアルあって、スタイルもあって。僕つまんないですからね。謝れ。なんで。でもそんな話俺してないもんね。あの、だどっちに謝ってほしい。ゆうじ。いや、どうですか、こうやって引っ越して。いや、それは俺が聞きたいよ。だって俺んちじゃないもん。しかもあなたのお金じゃん。うん、ここまで頑張ってきたわけじゃん。いや、もうシンプルに今ワクワク。あ、この後が取れるものがまず増えたから。撮れるコンテンツが家の中がスタジオだから、まず撮影できないようなキッチンだったわけよ前が。まあ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 、まあ、さ、カメラどこ置きゃいいの。え、そもそもあれ鍋すら洗えねえこのシンクみたいな。いや、そんなんだったよね。めちゃめちゃいいじゃん。そもそも冷蔵庫が、こんな冷蔵庫で料理します、絶対食材って余るじゃないですか、うん、できねえよね。まずアイスとか買わなかったですもんね。アイス買わない、今日速攻買ったわ。前は冷凍庫の部分がこの部分だけなんですよ。ってなったらもう ね入れるじゃん、次の日見るじゃん、全部溶けてんの。間違ってる。冷凍庫って中のものが凍ってなきゃいけない。冷凍庫の枠が凍ってるだけだ。そう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 、そこ間違ってる。あれ、いや、そもそも撮影スペース、リビングが撮影スペースになるわけじゃないですか、うん、狭いわけ。どんだけギリギリカメラ置いて、もう壁じゃんぐらいのところに置いて、でもそこにもスタッフ君を置かなきゃいけないし、そうです。で、俺らも座んなきゃいけないし、今もう距離感に焦ってる。いや、今逆にカメラの距離感に焦ってる。もう少し近づかなきゃいけない。もう少し近、え、ちょっと遠くない、声通るみたいな。なってるぐらい広いんだから今。いや、広い広い広い。なんかこんだけ広いのにさ、今ここだけでなんかって逆にね、貧乏癖ついちゃったよね。ちょっとリハビリをしつつ、まあちょっと面白い動画とかもいろいろやってて、はい、サブちゃんの幅も絶対広がるわけじゃないですか。そうですね、めちゃめちゃ面白い、めちゃめちゃいい感じでございます。まあなんか視聴者さんが楽しんでもらえればなっていう、いろいろ見た中で一番リビング広いとこを選んだから。そうだね。他はなんか自分の部屋が広い、うん、その分部屋はさ狭かったりとかするけど、他の家とか見る感じ、うん、でも俺らってリビングが基本撮影スペースになるからさ、うん、もうここもう視聴者さんが見ててワクワクするような絵を撮んなきゃいけないからさ、そこに特化したよね。場所がいいからいろんな人来ますね。絶対来る。広いし、初日にして3人来たっていう。どうしようってなってる。でもそれでも全然ね、あの家で6人来たことある。あるな。どんなん、どんなん。地獄ぎゅうぎゅう。だからここだとね、全然余裕でしょ。そうだったの。毎回ご飯食べるのも、ほんと、なんかあれだったね。窮屈やったのにね。うん。美味しいわ。ここで食べたの。だから、本当に頑張りましたよ、マーキーさん。みんなで頑張りましたね。いい2020年が迎えられたのではないでしょうか。さあ、今年2020年、どんな一年が待っているんでしょうかね。行きたいな。爆弾投下してて。見て面白い人いる。みんな食べるの早くない。ずっと喋ってるから。食べた。俺はもともとなかった。じゃあ俺が食べてる間にちょっと2人で喋って、黙々と食べるから。喋る。ああ、でもラジオで喋ってるか。うん、ね、そんな嫌々だったの。アダムが俺それで喋らず食うんだ。今日また日本帰るんですよね。ああ、そう、帰る。お気をつけて。なんでそんなさ、生産性のない会話しかできないの。え、髪染めた。うん、髪染めて。あのさ、俺がこの間地元帰ったじゃん。その動画が全部さ、うん、周りの声が聞こえてくるやつ全部マー君っていうの。うん、実家とかマジで地元でみんなマー君っていうの、うん、サブちゃんにも上がってたけど、一緒にいた岡谷もマー君っていうし、うん、もう会う人会う人みんなマー君マー君って言ってくるわけじゃん、うん、その動画上がってからこいつらずっとマー君って言うの。マジで気持ち悪くて。なんで。いや、もうどういう反応している
もう分からんもん。まんざらでもない感じの反応するよね。違う、あの親とかその周りみたいに「マー君がさ」とか言ってくれば普通にできるんやけど、こいつらバカにしながら言うの。「マー君マー君マー君これどうする?」とか一生言ってくるの。バカにしてるんじゃないよね。バカにしてるよ。一生懸命その宮崎弁をこう一生懸命やってる。宮崎弁じゃねえしね、マー君は。先日紹介したゴールデンディスクアワード、他のアーティストももっと見たいという期待に応えるマーキリーだが、撮った映像を見ているととんでもないことを思い出した。次回、モモリンのレッスンまだあった。